精人は仏教用語のボン、ビルジャの異訳語。発音を無表記して、精字とも言う。漢訳仏典では、ヒリマリア、ヒリヤと音社して、金、聖金などとも訳す。神道では、精人を、聖字と呼んで物意味と同意に用いる。八聖道では、聖聖人として、四聖金が挙げられている。悪を断ち、善行を実践し、雑念を去って仏道修行に。 ひたすら励む、積極的な姿勢のことだが、日本には古来から人畜の死や出血、出産など異常な生理状態を指して浮上、穢れとした概念があった。これが結びついて、俗感では消極的な理解となり、服物ための物意味などで、その浄化の実践のために、衣服、食事を通じて、心身を清めること、俗縁を断ち切って正常にし、 仏門の生活を送ることも言うようになった。食事においては特に仏教で殺生を禁じたことから、魚、鳥、獣など動物性の食事をとることや、酒を断ち、五君と呼ばれる煩悩を刺激する、匂いの強い野菜も避け、また調理に使う日も普段の家族で使うものとは別の、正常な日を使うなど、細部にわたって、慎みとして徹底された。 それらの工夫を施し煩悩を避ける目的の調理された料理を精進料理という。元来、物意味では中院などのように期間を定め、それが過ぎることを精進上げ、食事を含めて通常の生活に戻すことを精進落としと言ったが、これも現在では精進に入る前に精進固めといって肉脂を食べ納めする習俗があったり、 精進落としは単に葬儀の謝礼園席のことを指すなど、元来の意味はほぼ失われている。現在初心を表明するなどで、形式的に言われる、精進するは、一つのことに精神を集中して一生懸命に努力することの意味で使われている。ビーリアの極的意味は、強い男の状態、男らしさである。ベーダ文献では、この用語は、英雄、合献さと関連付けられている。 仏教においては、求道者のエネルギー、勤労と関連付けられ、下脱達成のための必要な条件として繰り返し、述べている。アビダルマにおいては、ビーリャは、以下と示されている。この文脈においては、ビーリャは健康的なものに喜んで従事する姿勢とされ、それによって、健全な行動を達成することを目的とする。アビダルマ修論によれば、大乗仏教のアビダルマでは、 ビーリャは一般的に勤勉と訳される。パーリ協定ではビーリアは母体につながるための以下の重要な要素として示されている。また八聖堂においては聖小寺に四聖金として挙げられている。ありがとうございます。